谷組線の駅である。谷組線の前身である谷組鉄道の駅として1926年に開業した。開業時より交換可能駅であり、谷組山家権寺11面間オン菩薩五会長に伴う臨時輸送では、北の畑駅、稲富駅とともに交換駅として機能した。 しかし当駅での列車交換は5回長期間中の臨時代以外ではほぼ使われなかったため、以後撤去と再整備を繰り返している。谷組線は2001年に全線が廃止され、それと共に廃駅となった。廃止時の谷組方面の隣駅は終着駅の谷組駅であったが、かつては同駅との間に長瀬茶所駅、有機駅が存在していた。 単式ホーム一面に一線のみを持ち、列車交換はできなかった。かつては、島式ホームであり、その名残で、ホームの反対側には、線路の用地が残されていた。駅の東側に人家があるが、長瀬地区の中心部からやや南に離れている。華厳寺での祭礼の際には、隣の谷組駅周辺が車で混雑するために、駅の貨物ヤード跡が、 無料駐車場として開放されていた。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。大島一郎、谷組戦争の歴史トレール、岐阜新聞社、2005年、36ページ。ISBN978 から48億7797万963。 AB 大島一郎、谷組戦争の歴史トレール、岐阜新聞社、2005年、67ページ ISBN。ISBN 978から48億7797万963。AB 大島一郎、谷組戦争の歴史トレール、岐阜新聞社、2005年、70ページ。 ISBN 978から48億7797万963。AB 大島一郎、谷組戦争の歴史トレール、岐阜新聞社、2005年、92ページ。ISBN 978から48億7797万963。地方鉄道運輸開始、官九1926年4月13日。 岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美能町、伊比、谷組線の85年郷土出版社、1997年、220から230ページ。ISBN4 から876700974。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、882ページ。ABC 川島慶造。 全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜編1、創始者、1997年、146から147ページ。ISBN4 から794207964。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月、臨時増刊号、特殊名古屋鉄道、富津、名古屋鉄道路戦略図。 ありがとうございます。